皆さんご機嫌いかがでしょうか？爽快キックです。今回もね、3連単でお金持ちになろうのコーナーですね。どうぞよろしくお願いいたします。本日はね、10月22日土曜日10時19分でございます。麦茶をいただいております。さて、前回ね、見事に今年ね、初勝利してね、遅ればせながら10月にしてね、2022年度初勝利ということでね。あ、そうだ、回収率ね、見せようという話をしましたね。はい。後々、次回というか、お昼にね、また動画撮る予定なんで、その時、ね、回収率をお見せしますね。はい。まあ、それでね、ゼロ勝男ね、最終回っていうね、釣りみたいな形でね、サムネイル作ったんですけど、あれ釣りですね。はい。正直言うと釣りで、最終回というか、ゼロ勝男が最終回ということですからね。はい。まあ、それで今回ね、勝負するレースは、東京11レース、富士ステークスでございます。G2 ですね。はい。あ、それですね。ちょっとね、小話を挟みましょうか。ちょっと不思議なことがあったんですよ。先日ね、散髪でね、ちょっと外出してたんですけど、まあ、原付で帰ってくるじゃないですか。それで、マンションの入り口がね、ちょっと細い道路になっていて、まあ、ちょっと入っていったんですけど、そこの道路にね、真ん中に木の枝がね、置かれてたんですよ。木の枝というか、若木というかね、まあ50センチ四方の結構大きいね、木の塊というかね、木の枝が落ちていて、まあね、すごい綺麗な感じがして、まああれですよ、ドラクエイレブンでいう、なんかあったじゃないですか、不思議の木の枝みたいな、あんな感じで道路の真ん中に落ちてたんですよ。まあちょっと、やっぱり危ないじゃないですか。それで、まあ原付で通り過ぎて、5メートルほど通り過ぎて、まあ危ないなと思ってどかせようと思ってね、戻ったんですよね。それで、戻ったらね、綺麗になくなってたんですよ。跡形もなくなくなってたんですよ。その木の枝がね。あれね、やっぱりね、木の枝、まあ50センチ四方ですかね、結構大きかったんで、風に飛ばされるような大きさではないと思うし、人もね、全くいませんでしたから、まあ、それで時間的にも、まあ、5秒か10秒ぐらいの間ですよ。通り過ぎてから戻ってくる時間ね。5秒から10秒ぐらいの間だったんで、すごい不思議でしたね。まあね、現代医学だと、まあ、幻覚ということになるんですけど、あれは何だったのか。まあ、幻覚なんでしょうけどね。まあ、俺ら常々思うのはね、やっぱり人間が捉えてる世界と、本当のこの世界っていうのは、実は違っていて、ね、よくあるじゃないですか。科学でそういうところがね、現在もうすでに判明してきていて、人間の認識とこの世界というのはちょっと違うと、全く違うというね。なんか時間は存在しないという本もね、なんか2、3ヶ月前に読んだんですけど、まあ、現在というね、時間が存在しないという話で、まあね、よく空とかね、夜空とか眺めると思うんですけど、星が見えるじゃないですか。あの星って、まあ、光がね、地球に届くのに時間がかかるので、まあ、3光年離れてるっていうことは、まあ、3年前の姿なんですよね。あの星の姿って言ったらね。だから、ね、夜空を見てるときは、まあ、過去を見てるということになるんですよね。まあ、それから考えると、まあ、現在っていうのは存在しないと。宇宙には現在というのは存在しなくて、ね。だからよくね、宇宙の成り立ちとかね、おいら結構宇宙の話好きなんで勉強するんですけど、まあビッグバンからね、あ、インフレーションがあったのか、その前に。インフレーションがあって、ビッグバンがあって、ねえ、まあ成長していくわけじゃないですか、宇宙がね。それで宇宙の悪いっていうのももちろん考えられていて、まあビッグクランチって言ってね、宇宙が膨張から収縮に転じてね、また小さな点に戻ってしまうとか、まあ膨張し続けるケースもあって、その時はまあどんどん星が離れていって、まあ、生命が住めなくなるっていうね、そういう説もあるんですけど、まあ、そういうね、現在という時間がないのであれば、そんなことをね、将来的に宇宙が滅びるっていうことを心配する必要はないのかなと、ね、
まあ、解決策としてね、いろいろ考えられるわけじゃないですか。一番考えられるのが、ね、タイムマシーンであって、らしいですよ。現在というのは存在しないらしいです。となると、ね、やっぱり、ね、パラレルワールドということになりますよね。ね。まあ、自由意志があるのかないのかっていう話がね、最近結構されてますけど、ね。まあ、自由意志がないのであれば未来が決まってるということになるので、まあ、まあ、過去のね、その因果の、ね、すべて把握することができれば未来は読めるっていうことですよね。ただ、パラレルワールドとかになってくると、まあ、全然ね、変わってきますよね、話がね。ね。そのあたりをね、競馬とね、絡めていきたいなっていう。無理ですかね。さて、富士ステークスですね。まあ、パッと見たところね、まあ、3歳馬で強いところが出てきましたよね。1番人気セリフォスなんですね。まあ、NHK マルカップで4着して、安田記念は4着でした。まあ、好走ですよね。まあ、安田記念は後ろから行ったんですよね。まあ、それで2番人気がね、ダノンスコーピオンと、こちらはね、3歳マイル王で NHK マイルカップを勝利していると。NHK マイルカップは確かこの春の東京開催はね、外差しが結構決まっていて、まあね、外枠からね、まあ差してきて、まあね、勝ち切ったわけですけど、まあ馬場展開が向いたと捉えることもね、できると思うんですけどね。まあそんな中、セリフォスはね、先行していって、まあ最後、垂れてしまったと。ね、0秒3差ですね。まあ、この時はね、人気が下のダノンスコーピオンのが勝利したんですよね。まあ、今回この2頭のね、勝負、濃厚なんですけど、まあ、どっちがね、前に行くか、どっちが後ろに行くかっていうのは正直わかりませんよね。まあ、それで、まあ、この秋の東京開催ですけど、まあ、毎日朝刊やりましたけど、まあ、差し追い込みがバンバン決まってたじゃないですか。開幕週なのにね。今どうですか？先週ちょっと見てないんですよ。ちょっと見ていいですか？先週、府中牝馬ステークスがあったはずですけど、実は見てないんですよね。ちょっと見ていいですか？府中牝馬ステークスはね、馬柱すら見てないんで、ね。先週のね、もう秋華賞に集中していたので、あ、土曜日はね、10月15日、府中牝馬ステークス。ちょっと予想しました。あ、結果が出てしまったわ。あ、そうか、ソダシ出てたんだ。ごめんなさいね、なんか、全然見てなかったわ。あ、ソダシ2着に敗れたんですね。勝ったのが伊豆城の奇跡。やっぱり大組が決まっていて、ソダシですら前で残れなかった馬場と捉えてもいいんじゃないですかね。ね。まあ、アンドバラナウトが指してきて、ね、まあ3着と。まあ、ただね、先行したライティアとか、先行馬結構残っとるね。ね。シャドウディーバあたりがね、大組がはばらなかったんですね。シャドウディーバね、富士牝馬ステークス勝ったことありましたっけ？ね。はまりそうな印象ですけど、はまらなかったと。まあ、おそらくペースはね、そこそこ速いと思うんですけど、まあ、1000メートル通過57秒9なんで、かなりの、まあ、ハイペース、ミドルペースになってますけど、かなりのね、速いペースですよね。時計も速いと。1分44秒5。ちょっとごめんなさいね。伊豆城の奇跡か。赤糸あたりも出てたんですね。赤糸やっぱり阪神向きという感じがして、時計のかかる馬場の方がね、向いてる印象なので、ねえ、またなんか、ね、復活してきそうな感じはするよね。エリザベス女王杯あたりね、どうですかね。ねえ。まあ、切れる前じゃないからね。まあ、サトノセシルあたりがね、2番人気とフランケル3区ですね。この馬もね、そんな実績ある馬ではないんですね。人気のしすぎだったのかなっていうね。まあ、伊豆城の奇跡がエピファネイア3区なんだ。ねえ。あ、この馬も条件馬だったんだね。まあ、人気薄で、ね、阪神競馬、タルミステークスからの、条件戦からの参戦で勝ち切ってしまったと、これは難しいね。まあ、ただ、去年のエリジョで5着という実績があるんですね。
まあ、ソダシですら負けてしまったんですね。まあ、札幌記念5着に敗れているので、もう往年の力はひょっとしたらない、そんなことないよね。ビクトリアマイル完勝でしたもんね。うん、まあ、この後ね、どこ行くんですかね。マイルチャンピオンシップですかね。うん、まあ、ここは勝っときたいところでしたけど、まあ、ね、差し足で負けてしまったと、ちょっとレース見ますね。はい。やっぱりソダシですら残れなかったと考えるべきじゃないんですかね。うん、あ、ちょっと前壁なっとるね。ね。まあでも位置取りとしたらソダシは抜群の位置取りですね。ね、インのポケットに入って、まあ、距離損なくね、うまい位置取りが取れてますよね。うん、まあ、内が悪いっていうことはね、ないと思うんですけどね。うん、あ、ちょっとね、前壁でね。あ、でも、ね、普通に抜けてきましたね。ね。あ、うちはいいですよね。うん。うちのがババね、あ、か、ね、まだ3周目か。6番どっから来ました？うちから来たんですね、3頭ともね。はい。あ、この位置ですね。なんかね、なんかそんないい感じで走ってませんけど、内から抜けてきたんですね。ね、うん。ちょっと開幕週とは馬場傾向が違うのかな。どうですかね。外が伸びてるイメージは全くありませんね、このレース見る限り。うん、ね、3頭とも内を通ってきてるので、うん、このレース見たら内の方がいいのかなってむしろ感じますね。うん、このレースだけ見たらね。それちょっと白州ステークスもね、見ておきましょうか。はい。うん。あ、やっぱり差しが決まっとるね。ね。まあ、ちょっと、展開を見て、うん。まあ、1000メートル通過57秒3、600メートル34秒6ですから、まあ、遅めのペースやね。はい。うん。案外遅めのペースの方がね、瞬発力に長ける差し馬がね、差し切ってしまうというケースは往々にしてありますよね。うん。だからスローペースがね、まあ、まあ有利と言われますけど、一概にね、言えなかったりするんで、うん。うん。まあ17号ね、はい。行きましょう。まあダラダラやってますけど、ごめんなさいね。なんかダラダラしすぎやな。うん。あ、パブクじゃなくてね。レースオーガネ、はい。まあ、だらだらとね、行きましょう。ちょっとわからないね。17番どこ？まあ、ピンクの帽子ですよね。この辺りかな。あ、外回ってますね。ピンクの帽子3頭ともね。まあ、これはね、そこまでペース速くなかったスローですよね、むしろね。ああ、ちょっとこの帽子、この17番ここですね。はい、ここですね。はい、まあ、刺してきたんですね。うん。ああ、接戦ですね。はい。うん。まあ、そっさしという感じはしませんけどね。まあ、差しは決まるんだなという印象ですよね。うん。はい。まあ、一応2勝クラスもね、見ておきましょう。まあ、これもね、追い込み。あ、これ、小等数か。8等立てやね。はい。まあ、追い込み差しが決まっていてね。まあ、小等数だから当てになりませんけど。はい。まあ、引き続きね、差しは決まる馬場でね、まあ、うちも悪くないと思っていいでしょうね。はい。まあ、というわけでね、富士ステークスですけど、まあ、イン差しは怖いかなというか感じで、まあ、エアーロロノアあたりはね、まあ、人気になってますけど、まあ、ヤサキレンでもね、追い込んできてるので、まあ、ただ、まあ、後ろから行くまでね、
まあ、ペース的にはね、最高峰から届く馬場かな、どうですかね。そこまででもね、やっぱり内側馬場いいのは悪くなってないと思うんですよね、そこまでね。だから、まあ、そこまで大層分増しで一番後ろから届くかなっていうね。まあ、このままもちろん、インをね、裁くと思うんですけど、まあ、内側空くのかという問題もね、もちろんありますし、まあ、差し馬、インサシは買いたいですけどね、ちょっと後ろすぎたらどうかなと思うんで、まあ、タイムトゥヘブンあたりね、いいと思うんですけどね、福永ジョッキーが乗るんですね。一応考えてるのが、まあ、ダノンスコーピオン、セリフォスは買おうと思ってるんですよ。まあ、ダノンスコーピオン一着付けにして、セリフォス何かに刺される印象なんで、まあ、後ろから行くかちょっとわからないんだけど、先行したらなんか何かに刺される印象で、セリフォスを3着に置いて、2着になんか挟むみたいな形がね、まあ、一番簡単かなと思うんですけどね。それで言ったらどれぐらいつくんですかね。まあ、相手に、まあ、普通にね、エアーロローノはタイムトゥーヘブン。あとは、まあ、ピースワンパラディあたりもね、まあ、戸崎啓太ジョッキーが乗るんですね。まあ、この馬もね、力ある馬ですからね、6番人気っていうのは、これ、このあたり怪しいよね、ピースワンパラディね。ダイワキャグニーはさすがにちょっと能力が落ちてきたかな。そうでもない、そうでもないね。まあ、この馬もね、まあ、東京のね、スローペース強いんで、まあ、ただ、差しが決まる馬場であれば、ちょっと足りないのかな。どうですか？この馬、結構怪しいけどな、ダイワキャグニーね。ある程度、まあ、後ろから行ってね、伸びてくる可能性もあるかな。これ買いたいね。ダイワキャグにね、2着付けあたりね。まあ、去年の毎朝刊でも4着してる、もちろん実績馬ですから、金杯でも2着していて、まあ、ダート戦線にね、ちょっと挑戦したのが、まずかったなという印象ですけどね。マイラーズカップは、まあ、いいところなしですね。まあ、ね、状態、パドック見て、ちょっと2着に買おうかな。ね、ダイワキャグにね。まあ、あとは、外枠か。そんな外枠がいいなという感じは、まあ、しないんですけどね。あと、ラウダシオンあたりもね、まあ、ダート使ってね。まあ、この馬も力ある馬ですからね。まあ、いつも何かに刺される印象ですけど。まあ、ちょっと海外遠征行ったりしてね。まあ、ただ、気を吐い。5着ですからね。まあ、このメンツであれば、ね、もちろんラウダシオン G1 馬ですからね。ラウダシオンあたりも穴っぽいなというね。穴までやっぱり一番拾いやすいのがね、実績馬の人気落ちなんで、ラウダシオンあたり、ラウダシオンとかダイワキャグニーとかは来られたら、あ、やっぱりな、みたいな感じなんで、まあ、買っときたいかな。ね、2着にね。まあ、それはいい考えだ。あとソウルラッシュね。マイルズカップね、強い競馬で差し切った馬ですけど、まあ、ただね、結果出してるのが、馬場悪い時が多くて、まあ、切れる足が使えるのかどうかね。まあ、安田記念あたりは切れ負けしてるので、まあ、ソウルラッシュあたりは、どうですかね、3番人気で。ちょっとこのあたりは買えないかな。人気してるからね。人気してならもちろん買えますけど、人気してるから、まあ、ちょっと買えないかな。ちょっとソウルラッシュは買わないかな。セリフォスとダノンスコーピオンで、まあ、2着に挟むという形がね、まあ理想ですかね。あと、ね、ピースオブエイトあたりもね、ちょっと狙いたいですよね。まあ、というわけでね、今回ね、ここで一旦切ります。ちょっと回収率をお見せしましょうか。俺らもまだ見てないので。クラブ A パッドですね。こちらに記された情報はね、嘘偽りがありません。JRA のね、サービスですからね。パッドでね、購入した馬券はすべてね、表示されている。日本語おかしいな。まあ、ただね、競馬場に行って購入した馬券のお金は入ってないんですよね。もちろんね。今回、今年ね、競馬場に行ったのが1回だけなんで、300円。だけね、競馬場で使って、まあ、それは動画にしたんですけど、それだけなんで、まあ、ただ、なんか自分でもね、iPad で収支をつけてるんですけど、計算が合わないというね。
何か間違ってるんだろうね。まあ、こっちが、まあ、正しいのは間違いないので、うん。JRA が、ね、間違えることはないので、まあ、行きましょうか。おいらまだ見てないので、何パーセントになってるか全く知りません。はい。うん。投票内容じゃないね。はい。投票成績。うん。どない。どないですか。おー、35% まで上がってきましたよ。35%。言われる、ねえ、実績ではありませんけど、的中率 4%。うん。ねえ、6900円、900円だったんですね。まあ、7000円近く当たったんだ。はい。まあ、これからね、逆転劇が始まるかどうかわかりませんけど、ね、はい。ね。ね、あちらにお金の神様がね、いてますけどね、百式ですね。はい。ね、お金の神様のおかげかもしれません。ありがとうございます。というわけで、ね、お昼に会いましょう。皆さんごきげんよう。現在時刻はね、14時44分でございます。さて、昨日ですかね、あの、ゲーム実況の方でね、話題に出したと思うんですけど、養老孟司先生のね、バカの壁をね、読み終わりました。俺らね、読むの遅いんで、ようやく読み終わりました。はい。まあ、それでですね、まあ、まあ、読んでみてね、まあ、すごい今に通ずる話だなと。むしろ今読んだ方がね、理解できるんじゃないのかなっていう内容でしたね。まあ、ゲーム実況の方で話してたんですけど、まあ、俺らね、本棚を整理していて、まあ、バカの壁捨てようと思ってたんですよね。そしたら、母親がね、おかんがちょっと読みたいって言って、まあ、読み始めて、まあ、それでちょっとバカの壁について、まあ、ね、会話してたんですけど、まあ、そんなかんだで、本屋に行ったところね、バカの壁が置いてあったんですよ。うん。それもだから本棚に、まあ、一冊あったというわけではなくて、まあ、本棚の下にね、その棚の部分に山積みされていたと。むしろ今の本ですよみたいな感じで山積みされていてね、まあ、それで驚いたんですよ。それで再読してみて、まあ、読んでみたら、まあ、今に通ずる話だなと。むしろ今読んだ方がいいんじゃないのかなっていうね。だからこの初版発行がね、2003年なんですよね。まあ、裏はおそらく2010年にね、購入して読んだと思うんですけどね、養老孟司先生、あの YouTube チャンネルも持ってるのでおすすめですね。はい。まあ、バカの壁と言いますけど、壁っていうのが、だから、その、象徴的な意味合いで使われていて、だから、最近ね、進撃の巨人を見てるっていう話はしましたけど、まあ、一緒なんですよね、壁の意味合いがね。まあ、象徴的な意味合いで使われていて、確か、エヴァンゲリオンあたりもね、AT フィールドという形でね、壁について触れられていたと思うんですけど、まあ、AT フィールドって心の壁でしたっけ？まあ、そんな感じで、まあ、詳しくは知らないんですけど、まあ、ね、大体なんか壁って象徴的なもので、まあ、そこ、鎖国とかもそうですよね。うん。まあ今読んでる本はなんか鎖国について触れてる本で、ね、まあ、まあ、それは紹介しないでいいか。はい。まあ、これね、おすすめですね。今読んだらすごいなんか腑に落ちるなっていう話でしたね。はい。まあそれで、あ、全然関係ない話なんですけど、競馬ですね。はい。ちょっと馬場をね、チェックしていきましょうか。ね。うん。はい。ちょっと使いましょうね。これね。タッチパッドね。はい。まあ、今日はね。うん。本ボタンか。ね、なんか予想ね、していくみたいな形ですね。もう予想が、あらかじめ決まってるわけではなくて、予想するところをなんか映してるみたいな。あまりない動画でしょ。ね。他にやってる人いるかな。生放送でやれたらいいなと思うんですけどね。ねえ。さて、東京競馬の土曜日ですね。はい。まあ、アイビーステークスぐらいしかないね。ねえ、参考レースがアイビーステークスぐらいしかないので、わからないよね。そうなったらやっぱり未勝利戦見ようか。未勝利戦の方が、2歳未勝利とか見てもね、正直、馬場傾向とかつかめないと思うんですよね。12頭立てで。まあ、ちょっと見てみますけど、どうですか？うん、ルメールさんもね、ちょっとモチベーション落ちてるんですかね。ね、なんかそんな話ありましたよね。まあ、10番手から差しが決まっていると。まあ、上がりタイムは早いですよね。まあ、未勝利戦、2歳未勝利ですから、もちろん時計は遅くてね、2分2秒台。
の勝ち時計ですけどね。まあ、上がりタイムは、まあ、33秒8が、1着馬が記録してると。うん。まあ、ただ2ゲーム馬もね、まあ、3着に残ってるので、先行馬もね、残ってますよね。まあ、うん。まあ、ちょっとレース見てみましょうか。勝ち馬のちょっと位置取りだけ、内を通ったか外を回ったかだけ見ておきましょうかね。はい。8番ですね。うん。まあ、8番でね、どこ通ってきたかどうか。そんな卒差しの雰囲気は感じないんですけどね。馬場見たら内側綺麗だし、ね。スタートしました。バラついたスタートです。出遅れました。8番サス剣、最後ああ、出の遅コーれナーたでんです。すね。ねさあ、各馬2コーナーへ向かっていきます。9番のサロンドブラック先手を取っえ。ていきうん。ました。まあ、外回る4番形手で前すね。のはい。これは馬外差しかな。ね、そんな感じがするね。が外を回りまして、3番あ、もうすでにこの位置まで上がってきてま4すコーナーね。へ向かって4コーナーへ向かいます。そしてそはい、のちこょっとこで後すろにね。詰めてきました。8番サス剣、はい。第4コーナーをカーブ、今直線コースに向かいまあ、まちょっす。とこの辺り芝がね、剥げてる印象ですけどね。3馬身並んでまあ、2番天手皇後賞ろのに頃3に馬身は、並んで2まあ、天皇賞って来番週手かもすでにね。前サス剣、3番手ちょっと内が悪くなってくる可能性もあるんですかね。まあ、コース代わりがあると思うんで。あ、そうか、コース代わりちょっと見てなかったな。ね。うん。まあ、内は悪い感じはしませんよね。だけどね。ね。まあ、これ8番の馬は人気馬かな？ルメールが乗ってるってことはね。うん。そこまで差し有利だとは思わないですね。うん。案外前が残りそうな感じするな。やっぱりそのね、強い馬が揃ってきたら先行馬なかなかバテませんから、まあ、先行馬は残る傾向も出てくると思うんですよね。まあこれ2歳未勝利でね、まあ1番人気、ダントツ1番人気だからね、それでも苦労して差し切ったっていうことを考えると、やっぱり案外、内前もね、悪くないという印象ですかね。ね。うん。まあ、スローペースですね。1分3秒2と。うん。まあ、それでオープン戦のアイビーステークスを見ておきましょうか。ね。まあ、アイビーステークスね。うん。まあ、1番人気はチャンスザローです。エピュアネイアよく走りますね。まあ、2番人気がオープンファイヤー、ディープインパクト3区ね。ディープインパクト3区まだいるんですね、2歳馬にね。へえ。まあ、ディープ、オープンファイヤー自体は新章だったんですけどね。ね、ルメールが引き続き騎乗しているということで。はい。26ちょっと見ておきましょうか。ね。あ、1番も、3番人気の馬も、ね。エピファネア3区だ。ね。行きましょう。1、2、何番だっけ？スタートしました。6番オープンファイヤー候補になります。さあ、第3コーああ、ナー出遅れましたね、ですまが、だね。デまビずューは分1ね。番デビューじゃない、デビューじゃない、3ルメールコーナーね。候補になりはい。ますが、2番ジャンサローです。前に出ああ、たこのれ馬ね、が掛かり気味で2番行ってますけど、エピュアネアらしいですよね。3馬身離れて単独3番手やっぱり手でやらないと無理やな。うん。ごめんなさいね。はい。これ届かんでしょう、さすがにルメール。1ね。分0秒2の通届過かない。で結構、す。最4コーナー時計早いですね。13分0番秒のにジャはンサね。ローです。リードは3馬身ほど、うん。少し差が縮まったが、1番シャンデレールが2番手、残り600m、4コーナーカーブ、3番まあ、手この向かい辺、ま内す。荒れてま4すよね。コーナーねえ、は4ゴコーールナーデンのあハたイり。ン内、はげてますもんね、と、芝ゴね。ールデンハインド、その内からは3番レストア、残り 400m、まあ、3さ番すがにこれ手は届かないんじゃないかな。エピファネアのワンツーかな。ね、マイネルが来てますけシャンど、デレールが2番手、アンまあ、前ダーがマシ残っンてがしまい3そうで番、すね、これは。7番マイケル・ブねリュー、その後ろに内に残え。り1うん。番、ああ、でも足毛が突っ込んできたよ。8番ゴールデ足ン毛ハインが。ド、追い上げを図っている、ね先頭2番ジャンサローズ、え。足毛3も番ママイイネケルル・でブリューすかね。3番ああ、でレもストア、残りそうだ。ね。オープンファイヤー接近するが、ジャンサローズ残るがのか残らないのか残ったね。1番ね。のシャンデレール残したまあ、と2いう番ことで強かっチたャでンすスね。ローズまあ、ゴエールピファネア3区らしいというか、なんかね、かかり気味で、まあ、勝ってしまったなっていう。うん、まあ、ちょっとこのあたりね、注目したいですよね。チャンスだろうですね。重賞にも出てくるでしょうから。中内田先生のね。
まあ、川田ジョッキーが乗って、まあ、期待場なんでしょうね。うん。うん、なんか前残りじゃないこれひょっとしたら案外前残ってうちいいよな、うちが来てるような気するな。なんか開幕週は差し決まってますけど、A コースですよね。 A コース3周目ですか。先週が A コース3周目ですけど、逆になんか前残りになってきてるっていうね、あまりないと思うんですけど、だいたい開催が進んでいったら、そっさしに変化していくね、ケースが多いと思うんですけど、なんか前がなんか良くなってきたような、気のせいですかね。なんかそんな感じがするんだけど。まあ、それならばやっぱりダイワキャグニーとね、ラウダシオンあたり買いたいな。それで、まあ、セリフォス、藤井岡ジョッキーなんですね。どういう位置取りするかっていうのが、もう正直わからないので、まあ、朝日杯ではね、セリフォスが先着して3着に、まあ、ダノンスコーピオンだったんで、まあ、その後成長とかいろいろありますけど、まあ、ほとんど互角なんでしょうね。うん、そんな力の差はなくて、うん、まあ、ただ1着2着で買うのはね、芸がないので、1着3着で買って、どっちを頭にするかね、どっちを3着に持ってくるかっていうところで、まあ、勝負の分かれ目というか、両方買ってもいいんだけど、もちろんね。うん。まあ、相手にはだから先ほども言いましたように、ちょっとダイワキャグニーとね、うん、ダイワキャグニー、丸でいっか、丸でいこう。ラウダシオンあたりをね、考えてますね。まあ、状態かどうか分かりませんけど、うん。これを2着に挟もうかなと。うん。あとはやっぱり、その、案外ね、先行馬買いたいな、俺。先行馬買った方がいいんちゃう？ピースアンパラディ買いたいな。むしろ、うちの方がいいような気するんだよね。うちの先行馬とかね。このままいいんじゃないですかね、ピースアンパラディね。ピースアンパラディ買いたいな。まあ、それで、まあ、どっちが前に行くかね、この2頭ね。前に行く方買おうかな。セリフォスかな、やっぱり前に行くのはね。川田ジョッキーもね、まあ、正直わからんよね。こんなんさ、読めって言われてもわからんねよ、あんなの。どっちが先行するかってね。まあ、朝日杯ではね、セリフォスのが先行して、ね、まあ、ダノスコピオンが後ろだったと。なんか言ってない。先行策でいきますとか。そんなん言ってないよね。わからんわな、こんなの。まあ、山間で行って、ちょっと、調教見てなかったね。調教見ましょう。はい。まあ、仕上がってるんですかね。仕上がり具合もね、もちろん重要なので、まあ、81秒出てて、80秒も出て、ああ、十分やってるね、これはね。もちろん外球でもやってるんでしょうから、まあ、もう仕上がっとるね、この馬に関してはね。ね、時計見たらね。まあ、販路で53秒ですね。まあ、春先は、どれぐらい出てました、販路で。まあ、51秒とか出てたんでね、ちょっと今、時計かかれ気味なの、調教上の時計が。その可能性もありますよね。確かね、二冠馬の、春の二冠馬の、アースね、アース、アイスじゃなくてアース、あの馬もさ、調教タイム遅かったんで、いろいろ言ってましたけど、まあ、そういう問題で負けたのかといえば、まあ、出遅れが原因だと思うんで、ね、あんまり時計が、調教上の時計が勝ってる可能性もありますよね。それはどうですか、そのあたり。まあ、それで、外差しとかあまり買いたくないな、俺は。ソウルラッシュ買わないわ。で、ピースオブエイトの方が前行くと思うんで、これがやっぱ毎日杯で、まあ、勝っていてね、まあダービーと小倉記念負けてるんですよね。小倉記念結構大敗しとるね。ダービーになって7秒2差で負けてると。まあどういうことなんでしょうね、これはね。まあもともと新馬から3連勝した馬ですから、まあ素質馬に間違いないので、
まあ、スクリーンヒーロー3区でね、万世の傾向もあるでしょうし、これやっぱり買っといた方がいいと思うんだよな。うん。まあ、スマートリオン、ルメールね、これ短距離ばっか使ってきてね、このあたりはちょっとパンチが足りないかなという感じがするんで、うん。まあ、この1、相手には1、2、3、4かな。うん。タイムトゥーヘブンあたりは、まあ、後ろからだよね。うん、まあ拾っときたいところですけどね。うん、まあね、パドック見て最終決断しましょうね。今59分なんてまだですよね。はい。うん、まあ、1番2番あたりをね拾うかどうかですよね。まあそれでひょっとしたらその1着3着で買う予定ですけど、セリフォス1着、ダノンスコーピオン3着、それで2通り買ってね、ダノンスコーピオン1着、セリフォス3着という2通り買ってもいいですからね。はい。うん。ちょっとオッズをね、調べときます。3連単、1着3着流しで、まあ、セリフォス1着で、ダノンスコーピオン3着。まあ、それで3着に挟むと。うん。12番。6番。5番。おお、え？ちょっと間違っとるな、これ。間違っとる。こんなつくわけないもんな。うん。合ってますかね。はい。86倍、272倍、281倍、445倍。まあ、そこそこですね。ね。まあ、両方買ってもいいんだよね。うん。うん。まあ、ね。どっちか。まあ、これをね、逆にしても、同じぐらいつくと思うんだよね。まあ、つきますよね。はい。うん、まあ、この2通り買ってもいいし、ね。まあ、まあ、パドック見て考えましょう。はい、スポーツドリンク持ってきました。あ、それでね、今日新聞買いますんでね、予想はもちろん、機関誌の予想上げますけど、まだ全然見てないんですけどね、まあ、新聞買ってね、あの予想動画上げたいと思いますんで、まあ、予想動画の方が先上げるかな、これ。ね。あれ、パドックまだ来てないですね。ちょっと調教の方見ましょうか。あ、セルフォスはね、まあ、プラスマイナスゼロですね。まあ、ダノスコピオンもプラス2キロと、まあ、仕上がってるんだと思うんですけど、やっぱ今、販路がね、ちょっと時計がかかってるんですかね。53秒台と。うん。ああ、まあ、出来自体はやっぱりセルフォスの方がいいのかな。そんな感じしますね。ねえ、ちょっと時計がかかり気味だなと。うん。うん。まあ仕上がりがね、まあそんな時計出てませんよね。88秒8がコース追いで一番時計が出てるので、まあ遅いっちゃ遅いですよね。うん。まあ仕上がりがちょっと途上なのかな。ねえ、そんな感じは受けますね。うん。まあ春先はやっぱり83秒とかね、82秒出てた馬なんで、うん、まあ、仕上がりがちょっと不安があるかもしれませんね。うん、まあ、それを受けてのね、セルフスのが人気してたっていうことかもしれませんよね。はい。なるほど。はい。まあ、セルフス頭で考えてもいいんですけど、うん、まあ、両方買うかね。まあ、まあ、決めましょうね。パドックでね。セルフスはもともと見栄えする馬体でね、おいら、デリーハイの時、あ、デリーハイじゃないか。なんかでね、あ、違うかな、違う馬かもしれない。ごめんなさい。はい、勘違いかもしれない。セルフォスは結構見栄えする馬体でしたよね。確かね。違ったかな。ちょっと、あやふやですけど。ダノンスコーピオンも、まあ、ね、綺麗な馬だと思うんですけど。まあ、状態をね、確かめて、ね。ひょっとしたらダノンスコーピオンあたりはね、3着外す可能性も仕上がり次第ではあるんですかね、ひょっとしたらね。まあ、ただね、コバの陣営がそれほどレベルの高いメンツではないので、ワンツーで決まってしまう可能性もあると思うんですけど、大体でも3歳馬ってね、あの、このフジステークスよく出てくるんですけど、大体なんか勝利を取りこぼしてる印象もあるので、ワンツーでは買いたくないなっていうね。うん、まだですかね。ねえ。うん。
まあ、エアーロロノはタイムトゥーヘブンですよね。まあ、4番人気、5番人気。まあ、あとはね、ね、乗るか、ソルかあたりもね、前行くまで、一票はね、エア3区ですね。怖いのかな、これはね。まあ、どうですかね。アルサとは。まあ、逃げ馬結構多いんですね。ね、前行く馬が結構多くて、まあ、これは2番手でもね、結果出してますけど、まあ、アルサトアあたりも、ちょっとひょっとしたら怖いかもしれませんね。ちょっとチェックしておきましょうか。ね、前走ポートアイランドステークスですよね。オープン特別で勝利してきていて、まあ、新潟大賞典はね、まあ、惨敗で、まあ、距離か分かりませんけど、まあ、ペースが速かったんですかね。まあ、ちょっとこの馬も注目ですね、アルサとはね。まあ、ただ、ね、前が、まあ、まあ、そこまで先行馬多くないですね。まあ、楽に行ける可能性もありますよね。ね。まあ、あと、青いクレアトールか。ね。まあ、そのあたりなんでしょうね、穴っぽいのはね。まあ、この2頭かな。もう穴としたらね、本当の穴はこの2頭かな。まあ、まだですかね、パドックね。あ、来ましたね。はい。さて、パドック見ましょう。今日は東京は、ババ見てなかったね。両ババ。あ、ちょっと雨が降りそうな、曇天ですね。ババ持ちますかね。あ、ヘアロロナ。マイナス8キロですけどね。まあ、ちょっと気合乗りが悪いですけど、まあ、歩様も緩慢ですけどね。馬体見たら結構いいんじゃないかな。あ、タイムトゥヘブンいいね。どうですかね。そんなピンとくる感じはしないな。乗るか、それか。まあ、これ、希少の勝った馬ですね。エピファネア3区でしたっけ、この馬ね。はい。この馬ってなんか若馬の時期待された馬でしたっけ、もうちょっとなんかね、ちょっとマイナス14キロっていうのは気になるかなっていうね。あ、これいいですよ。ピースワンパラディ。これ来るよ。ピースワンパラディ。気配いいですよ。今までの中で一番いいですね。これはちょっと戸崎啓太ジョッキーね、穴っぽいですね。買います。あ、キャグニーいいね、これ。キャグニーめっちゃ気配いいやん。こんないい馬だったっけ。あ、ダイバキャグニーも仕上がってますね、これはね。あ、なんか押した俺。あ、ダイバキャグニーすごい気分よく歩いてますね。これは、アルサとはね、ちょっとマイナス8キロはいいんじゃないですかね。まだ太めに見えるけど。ねえ。まあ、マイナス体重はいいんじゃないですかね。もっと絞ってもいいぐらいじゃないかなと。まあ、青いクレアトールね。はい。まあ、気分よく歩いてる印象ですけど、まあ、そこまでよくは見えないか。ね、レインボーフラッグ。あ、小牧さんだ。ね。まあ、平凡ですけど悪くはない。あ、セルフスいいね。はい。セルフスやっぱり見栄えするまでね。もっと筋肉ついていいと思うんですけどね、腹回りとかね。もう、まあでもやっぱり、ね、骨格が大きくてすごい今ですよね。セリフスいいな、抜群と思うわ。あ、ラウダシオンもね、まあラウダシオンそこまで見栄えするまではないと思いますけど、まあ、どうですかね、これ。まあ集中してない感じも受けますけど、なんかね、ねえ、キョロキョロしてる印象ですけどね。ソウルラッシュ。まあ、ちょっと腹袋があってね。まあ、ダノスコピオン、そこまでね、まあ、ね、小柄の馬なんで、もうちょっと肉ついてきた方がいいと思うんですけどね。まあ、でも仕上がってる感じは受けますね。仕上がってるんじゃないかなって。でも、そこまでね、大物感あるまではありませんよね。ねえ。
今滑りましたけど、まあ、ちょっと太いかな、ピースオブエイトね。もうちょっと絞った方がいいんじゃないかなって。うん。まあ、いいですね。やっぱセリフス頭やな。ねえ。うん。まあ、それで、ちょっと、うん。なるほど、わかりました。はい。ちょっとフォーメーションで買おうかな。うん。ねえ。まあ、セリフスは良かったですね。セリフス頭で行って、まあ、ダイワキャグニーとピースワンパラディは買いたいですね。この2頭は良かった印象です。あと、やっぱりタイムトゥヘブンか。うん、まあ、エアロロノアも良かったと思うんですけどね。うん。うん。タイムトゥヘブン。まあ、ちょっとこのあたりは、まあ、怖いんですけど、うん、ちょっと落とそうかな、やっぱり。ね、絞りたいですからね。絞って買おう。うん。やっぱりピースワンパラディと、ダイバーキャグニーと、うん。ラウダシオンはそこまでよく見えなかったですけどね。ダノンスコーピオンも仕上がってると思うんで、まあ仕上がり早だと思うんですよね。まあ、やっぱりダノン、1、2着あるかな、ね。まあセリフォス頭で、難しいところですね。まあ、ダノンスコーピオンを2着、3着に置いて、そういう攻め方の方がいいかな。ね、セリフォス頭でいくわ。わからんけどね。正直わからんけど、その横の比較でなんか決めちゃうっていうのはどうかと思うんですけど、ダノンスコーピオン仕上がっとるな。うん。まあ、セルフスのね、ちょっと素質を信じよう。このままやっぱもっと良くなると思うし、なんか大物になるんじゃないかな。うん。パドックじゃなくて、ごめんなさい。まだ時間ありますよね。45分なんで、はい。オッズをね、見て、うん。まあ、1着2着流しで、まあ、セリフォス頭で、まあ、ダノンスコピオン2着3着に持っていこうか。それで、なんかピースオブエイト、ピースオブエイトね、うん、ラウダシオン。このダイワキャグニーとピースワンパリーとセリフォスとダノンスコピオン、この4頭がね、よく見えたんですけど、4頭じゃないかなと思うんだけどな。うん、これ4点ですよね。まあ、そこまでつかないですけど、まあ、万馬券になるんやね。はい。10、14、5が49倍と。うん。まあ、これは仕方ないよね。はい。うん。まあ、ピースアンパルディ結構人気してるんやね。ね。うん。まあ、それで、うん。ねえ、藤岡ジョッキー信頼するのはちょっと怖い感じもするんだけど、大丈夫かな、藤岡ジョッキーね。ちょっと不安あるな、でも藤岡ジョッキーは。やっぱ川田かな、どっち頭か迷いますよね、これね。馬を見るか、ジョッキーを見るか、うん。セリフォス、ダノンスコーピオン。ダノンスコーピオン、1着2着で買った方がいい。まあ、難しいな。まあ、そのあたりはちょっと難しいんで。うん。まあ、これが理想だよね。やっぱり2着になんか穴間が挟まるっていうのがね。まあ、計8点ですかね。まあ、こっちはまあ、200倍、200倍、400倍、80倍と。まあ、この8点買いましょうか。はい。それでは。はい、現在ね、6900円入っておりまーす。ね。うん。まあ、軍資金にはなりましたよね。うん。まあ、東京競馬、富士ステークスでございます。まあ、1着、2着付けですね。まあ、3連単オンリーで行くので、1着、2着付けで、うん。セリフス、ダノンスコーピオン。うん。まあ、それで4頭ね。まあ、タイムテーブル買いたいところですけどね、福永ジョッキー。うん、俺らが買わないと来るんだよな。うん。まあ、この後で行こう。ダイワキャグニー。ね。はい。ラウダシオン。ピースオブエイト。うん。まあ、それで。うん。OK ですね。それで1着3着流しですね。はい。うん。藤岡頼めよ。藤岡しかいねえよ、お前。
ダノンスコーピオンで、ピースオブエイト、ラウダシオン、ダイバキャグニ、ピースアンパルティ、合ってるね。5、6、12、15。よし。OK。合っとるね。うん。うん。合っとるね。はい、行きましょう。うん。まあ、800円購入ですね。うん、購入する。 OK。 はい、それではね、レースでお会いしましょう。はい、現在時刻はね15時58分でございます。レース動画、レース結果ともにアップされております。今ねちょっと後悔しているのがね、セルフス頭でピースワンパラディ、ダイワキャグニーの馬券をね3連単買っておきたかったなっていうのがちょっと後悔してます。はい、さて行きましょうか。10番が勝たないとね、馬券は全部外れなので。うん。まあ、行きましょう。レース。さて、藤岡。藤岡行け。前へ行った方がいいんちゃうかな。ねえ。うん、いいスタート。ねえ。うん。割かし先行した方がいいと思うんだよね。はい。ダノンもやっぱり前気味ですね。うん。あ、ちょっと後方に下がっていたけど大丈夫かな。ちょっとリズムが悪いのかな、どうですかね。まあ、後ろになりましたね。まあ、ダノンスコーピオンは絶好の手応えですね。はい、まあ、セルフスもね、まあいい感じで走ってますね。はい、うん、34秒3。まあ普通ですよね。うん、まあ、外からもね、差し馬も来てるんでね、まあ、期待しましょうよ。ちょっと後ろやね、これ。ちょっと高すぎるんじゃないかな、大丈夫かな、これ。届きますかね。ねえ、大丈夫かな、これ、藤岡ジョッキースコーピオンの後ろから、スコーピオンの後ろから行け、スコーピオンの後ろ。手応える、手応える、抜けてくる、抜けてくる。抜けてくる、抜けてくる。スコーピオン抜けろ。ちょっとセリフォス、セリフォス。外出して、外出して。そうそう、それでいい、それでいい。それでいい、それでいい。いけいけいけ。セリフォスいけ。いけ。さっさせ。届け、届け。届く、届く。届くよ、届くよ。届く、届く、届く。届く、させ。させ。届く。届く、届く、届く。おい、おい、おい、おい。おい、おい、おい。よし。よし。あ、13番買ってない。13番買ってないわ。あれ、硬かったな。ねえ、取ったと思ったけど。ソウルラッシュ来たか。なんや、取ったと思ったけど。13番か。あ、結構なんかドキドキしたわ。結構熱かった。13番買って、フィースオブエイトが来たのかなと思ってたら。そうか。1着、3着、4着。惜しいな。ソウルラッシュ来てなかったら当たってたんですね。ねえ。惜しいな。うん、松山か、松山とか最近調子いいよな。うん、悔しい。ちょっと復習しましょうか。ソウルアッシュね。うん、まあ、パドック見ていきましょうね。あ、その前全着順が出てますかね。あ、出てないんだ。ちょっと全着順見てからまた復習しましょうかね。はい、はい、全着順来たんでね、見ていきましょう。はい、あ、やっぱり時計早いね。ソウルラッシュもだから刺してきたと思うんで、刺し競馬になったんですかね。はい。まあ前が残るんちゃうかという読みで、結構前の馬買ってたんだけど、まあちょっとね、まあ刺し馬のね、流れになってしまったんですかね。はい。まあ P3 パラディもね、6着に構想して、エアロロノがね、まあ5着に来てるんですね。はい。タイムトゥヘブン、ラウダシオン。うん。ああ、ダイワキャグニーダメだったんだね。ね、先行してダメだったのかな。ちょっと見てたから、スマートリオンが除外されたんですね。はい。まあ、ダイワキャグニーがね、全くダメだった。いいと思ったんだけどね。まあ、まあ、惜しかったですね。まあ、ちょっとパドック見ていきましょうか。はい。まあ、予想はね、まあ、まずまずだなと思うんですけど、まあ、ソウルラッシュね、3番人気で、
まあ、これ3連単がね20倍ですから、まあ、買えないですよね。2550円ね、正直取ってもどうかなというところで、まあ、これはちょっと買う必要がないね馬券だと思うんで、まあ、外してもいいかなっていう、外してもいいかなっていうのはおかしいですけど、さすがに3連単で2500円拾ってもしゃあないと思うんで、うん、1点でいけるとか言うならね別ですけどね、まあね、まあ少ない点数で取れたかなとは思うんですけどね、この2500円ね、うん、まあそれでちょっとパドック見ていきましょう。うん、まあ菊花賞ですね、これからね、あちょっとあのスポーツ新聞買いに行く、ダイスポーでいいですかね、はい、うん、まあエアロルナーもね馬体見たら仕上がってる感じでね、マイナス8キロで、まあ、ちょっとねゆったりまったりでね頼りない感じもするんですけども、ちょっと角度が悪いね、はい、もうちょっと見たかったな、まあ、タイムトゥーヘブンもまあねいいですよね、はい、うん、まあ状態はいいと思います。うん、まあ、乗るかソルかあたりはね、まあ、まあいつもこんな感じで歩いてるんですかね、うん、まあ気象的にねまあ、こういう胴長の馬体でエピファネイアっぽいなと思うんですけど、うん、まあルフトショルームあたりもね悪くないと思うんですけどね、まあちょっとマイナス体重でお腹のねラインが巻き上がってるなっていう、まあピースアンパレディ気配良かったんで、うん、ねちょっとどういう競馬したのかレース見てみないと分かりませんけど、出来は良かったんじゃないかなっていう、うん、ダイバックキャビンにもねいいと思うんですけどねこれね、うん、ちょっと得意な競馬場でね惨敗したんで、まあまあ精神的な問題でも年齢も年齢ですからね、8歳ですから、まあ、精神の方がやられてきたのかなっていう、まあ分からないですけど、ね、走る気がなくなってきたのかなっていう、まあ、アルサートはあたりはねちょっと太いと思うんですけど、まあまあ8キロって絞れてきてるんだけどね、うん、まあ、このあたりもちょっとね腹袋を巻き上がっていって、まあ細いかなという感じはするんですけどね、うん、マイナス8キロはやっぱりマイナスじゃないかなっていう、うん、まあレイボーフラッグあたりはまあ良くもなく悪くもなくでね、うん、まあでも気合乗りがねちょっと乏しいですが、セリフォスはやっぱりいいですよね、このままもっと良くなると思うんで、まあこれから G1 戦線でしょうけど、もうこのままかなり走るんじゃないですかね、うん、まあ、リレーションシップはちょっと平凡というか、まあ、ちょっと足取りが重いですよね、うん、ラウダシオンは、まあ、悪くはないんですけどね、まあ、ちょっと集中力に欠いていてね、まあ、ベロが出てますけど、それちょっとあの家にねたまたまうまみの本があってちょっと読んでたんですけど、ひずめってすごい大事らしくてね、まあ、人間だと腸が大事とかよく言うんですけど、まあ、ひずめ馬も腸がすごい重要で、まあ、あと、ひずめもすごい重要だそうで、ひずめが悪かったら全体が悪くなるっていう話でね。まあ、ひずめに、その、ハミをはめるじゃないですか。ハミじゃないわ。蹄鉄をはめるじゃないですか。その蹄鉄に種類があって、まあ、パドックでその蹄鉄に注目しなさいっていう、ね、内容だったんですけど、まあ、4分の3鉄とか、まあ、普通のね、蹄鉄とか、まあ、パドックのね、そばに行ったら、まあ、見えるんですかね。まあ、普通の蹄鉄だと、まあ、どこも悪くない状態で、まあ、まあ、普通の、その変わった蹄鉄つけてたらなんか理由があるっていうね。うん。まあ、ひずめが結構状態悪い馬もね、条件戦とかでは、ね、歩いてると思うんで、ね、条件戦とかではそういうのすごい重要だと思うんですよね。はい。まあ、ソルラッシュね、まあ、まあ、ちょっとね、ね、買わなかったんですけど、はい。なんて言ってたっけね、最初見たときは。まあ、気配いいですよね、普通に。まあ、そこまでね、めちゃくちゃいい感じはしませんけど、まあ、歩様もしっかり力強いですし、まあ、気配はいいですよね。はい。ダモンスコーピオンが、まあ、いい走りしましたけど、うん、ちょっとやっぱりもうちょっと体が大きくなった方がいいのかなっていうね、距離は持たないんですかね、気象面で持たないのかな。どうですかね。うん。まあ、ピースオブエイトは、まあ、もうちょっと絞れた方がいいと思うんですけど、まあ、まあいいですよね。気配はいいですよね。はい。
この馬がちょっと、ね、競争除外で、まあ、どういう状況で除外になったかは分かりませんけど、まあ、歩様がちょっと、まあ、頼りないところあるかな、ね、うん、まあ、というわけでね、まあ、見てきましたけど、うん、まあ、これはまあ、トランでいい馬券かなと思いますね。はい。うん。うん。まあ、ね、簡単に取れた馬券だと思いますけど、こういうのを拾っていった方がいいのか、ね、拾わない方がいいのか、ね、当てに行くことと勝ちに行くことはやっぱり違うんでね。まあ、こういうのは、まあ、うん。ね、難しいところですけどね、皆さん悩むところで、俺らも常に悩んできて、抑え馬券っていうのは必要なのかどうかって、ね、考えると思いますけど、まあ、俺ら、まあ、ね、まあ、今は買わないでいいかな。うん。うん。まあ、というわけでね、今回ね、これで終了します。まあ、明日、菊花賞ですから、ね、菊花賞ね、そんな得意なレースではなくて、苦手なんですけど、まあ、苦手なレースばっかりなんですけどね、まあ、馬体をね、チェックしてね、予想の方をね、やりたいと思います。新聞買ってきます。はい。それではご視聴ありがとうございました。また会いましょう。